ヨゼフ・ボイスによるパフォーマンスパフォーマンスアートは芸術家自身の体が作品を構成し作品のテーマになる芸術である。また特定の場所や時間におけるある個人や集団の動きが作品を構成する芸術の一分野である。パフォーマンスアートは美術、視覚芸術の一分野であるが絵画や彫刻等のような物体が作品を構成する芸術とは異なったもので あるパフォーマンスアートは時間、場所、パフォーマーの身体、パフォーマーと観客との関係と、4つの基本的な要素を含む全ての状態において成立しうる。パフォーマンスアートという概念は、演劇、ダンス等の舞台芸術、音楽、サーカス、体操など、比較的主流の表現活動をも含むとも言える。実際に、これらの分野に影響している。 パフォーマンスアーティストも多い。しかし、普通は、パフォーマンスアートという名のある、種の芸術表現視覚芸術の中から誕生した、前衛美術や、コンセプチュアルアートの表現活動の一部を指すために、使われている。パフォーマンスは、大勢の人々に、直接訴える方法であり、同時に人々にショックを与え自分たちの芸術観や、文化との関係を見直させる方法でもあった。 パフォーマンスアートという用語は、今や、一般的な言葉になっているが、もともと使われ始めたのは1960年代、ビトアコンチ、ヘルマン・ニッチュ、ヨゼフ・ボイス、ハプニングの創始者、アラン・カプローラの作品の出現と同時期である。欧米の研究者は、パフォーマンスアートの起源を二十世紀初頭の前衛芸術に遡って考えることもある。 代表的なものはダダイスムで、リヒアルト・ヒュルゼンベックやトリスタン・ツァララにより、キャバレー・ボルテールで開催された方にはまらない詩の朗読パフォーマンスなど、パフォーマンスアートの重要な創始者を生み出している。しかし、ルネサンス期の芸術家が行った公共の場でのパフォーマンスを近代のパフォーマンスアートの祖先と考える議論もある。またパフォーマンスアーティストの中には、 部族の伝統儀式からスポーツに至る、あらゆるものに、その表現の起源を置いている者も,もいる。20世紀初頭のパフォーマンスアートとして、リビングスタチューがあり、女優オルガデスモンドは当時としては、珍しいヌードになって、銅像パフォーマンスを写真に記録している。現在も、ロシアのポストカードに、オルガの美しい裸体を見ることができる。パフォーマンスアートの活動は、 西洋芸術に限られるものではなく、アジア、ラテンアメリカ、第三世界や、先住民出身者などに優れたアーティストが存在する。日本における先駆者としては、具体美術協会などが挙げられる。パフォーマンスアートのジャンルには、ボディアート、フルクサス、メディアアートなども含まれる。ネオダラやウィーン行動主義派のアーティストらは、自らの活動を、ライブアート、アクションアート、 即興などと呼ぶことが多かった。パフォーマンスアートには、観客の前で生で上演するものだけでなく、カメラの前で行いその記録を写真やビデオに写すもの、絵画のキャンバスの上で行うものも、その一部と言える。パフォーマンスアートはしばしばヌードで演じられる場合もあり、1960年代から1970年代前半に、かけては、フェミニズムと結びついているケースもあった。 また中には、自分の体に暴力を加えるもの、身体能力を誇示するもの、ギャラリーの床下で G 行為を行ったコンセプチュアルアートに近いものもいる。パフォーマンスアート、未来派から現在まで、ローズリー・ゴールドバーグ。ありがとうございます。